ご視聴あざます。しです。でんです。第3回を迎えました。定例会でございます。前回からちょっと間が空いてしまって申し訳ありません。今回は2つほどご報告があります。まずは1点目、スイのパソコンちゃんが突如クラッシュいたしました。パソコンが起動しなくなって、何をやってもダメ。専門家の方に見てもらったんですが、修理にしろデータ復元にしろ5万円以上かかるということなので断念しました。それ自体は C 側の問題です。中のデータで最低限必要なものは常時バックアップを取ってるので、私たちの画像も無事でした。ある意味ちのチャンネル存続の危機でした。新しいパソコンちゃんをお迎えして当たり前ですが、今のところスムーズに動作しております。そしてパソコンクラッシュは自己責任の部分なんですが、問題は皆様からいただいた定例会のご質問です。コメント欄から抜粋して画像保存してたんですが、そちらはバックアップを取っておらず、嬉しいことにいただくコメントもかなり膨大な量ということもあり、探せるだけ過去のコメントを追っていったんですが、覚えてる質問がいくつか見つかってないので、全ての質問を見つけることができてません。せっかくいただいた質問に対して大変失礼なことをしました。申し訳ありません。今回は見つけられた質問のみの回答となってしまいます。ご了承ください。では気を取り直していただいた質問の回答をしていきたいと思います。ご報告のもう一つは質問回答の後にさせていただきます。レンちゃんよろしく。スイさん、レンさん、柿の種の中身は何が好きですか？ピーナッツか柿の種、どちらですか？私はピーナッツが好きです。両方好きですし、混ざってるのも好きです。どっちか選べって言うなら、スイもピーナッツかな。犯罪を犯した友人、それを知ってて黙ってるのは優しさ、それとも甘さ？犯罪の内容によるかな。スイのやって良いこと、悪いことの基準って、第一に人に迷惑をかけるかどうかになります。例えば信号無視は道路交通法違反ですけど、真夜中とかで車も人も全く通ってない時にやるなら、スイは別にいいと思う派です。なんでかっていうと、道路交通法は事故を起こさないためのルールなんだから、事故が起きない状況なら絶対的に守るべきとも思わないので。でもこれが車が通ってる時はもちろん、その信号無視を真似した人が車とぶつかってしまう可能性がある状況で信号無視をするのもアウト。だって少なからず真似した人に影響を与えてしまってるから。これに踏まえて、友達が周りに人も車もいない状況で信号無視をしたとします。先ほど言った水の良いこと、悪いことの基準で言うと、その信号無視は問題ないでしょなんだけど、その友達が普段 TPO を踏まえた行動をしない人だったら注意すると思います。だってその時はたまたま誰もいなかっただけで、車や人がいる状況でもする可能性があるから。その上で質問者様の質問の意図を組むと、多分そんな軽犯罪での話ではないですよね。その場合はほとんどの犯罪で人に迷惑をかけてます。なのでアウト。まずは実施することを勧めます。実施しなかったら友達の家族とかに相談します。そして最終、友達関係が崩れても通報すると思います。だって実施しない時点で保身が第一優先に来てるわけです。スイは他人に迷惑をかけてでも自分を優先する人は擁護したくありませんし、友達がそういう人であってほしくないです。そんな状況で友人関係が崩れるなら、なくても良い友人関係です。と偉そうなこと言ったし、本音としてもそう思ってるんですけど、実際そういう状況になったら悩むんだろうな。言ってること矛盾してるの分かってるけど、スイの友達、いい友達ばっかだもん。幸いにもスイの人生でそういう状況はまだないですが、多分かなり悩んだ結果、最悪通報すると思います。なので黙ってるのは甘えです。国内旅行してみたいところ、海外旅行してみたい国はありますか？スイは引きこもりだからあんまり旅行願望がないです。でもテーマパークは好きなので、大ネズミの王国なんかはよく行きますよ。海外も強いて言うなら、同じ理由で有名なテーマパークがあるところに行きたいです。レンちゃんは、アクティブだから行きたいところあるでしょ？ラスベガス。やめれ、理由は聞かない。レンスイのどちらが先に結婚できると思うか？理由をつけてお願いします。もうすぐ夏休み、レンスイと遊びに行きたいのは山、海、シチュエーションもつけてお願いします。どちらが先に結婚できるか？レンちゃんでしょ、アクティブだし、交友関係も広いから、スイは環境的に出会いがないのでお嫁さん無理かな。遊びに行くなら、海かな。山って歩かないといけないじゃないですか。スイの体力だと無理です。途中でおんぶになりますよ。海なら浜辺で遊べるし。それとこちらの質問者様、気を使わせてしまってすいませんでした。それともう一つの報告事項です。この度スイのチャンネルでメンバーシップを始めました。料金形態は2つ。安い方が月額90円。もう一つが月額290円です。両方ともメンバー用バッジ、メンバー用絵文字、定例会動画視聴可能のメリットがあって、290円の方はさらにいただいたコメントにスイが優先返信するのと、オリジナルのデジタルコンテンツを最低月1回以上配布します。今後皆様のご要望を受けつつサービスを拡張変更していくつもりですが、まずスタートとしてはこんな感じになってます。それに合わせて、定例会動画も来月以降はメンバーシップ会員様限定の動画とさせていただきます。投稿頻度は月1程度になると思いますが、今後は質問回答に加えて普段の動画とはちょっと角度を変えた動画を配信予定です。ちなみにメンバー用バッジとは、
コメントでユーザー名の横に表示されるアイコンみたいなもの、メンバー用絵文字とはコメントで使用できる絵文字になります。概要欄に URL を貼ってます。大会はいつでも可能ですので、もしよかったらお気軽に加入いただけたらと思います。では今回はこの辺で、また次回の動画でお会いしましょう。またね。